わあ、ドイツのボッシュっていう会社で、はいはい、量産をするにあたってゲージが必要なんですよ。合格か不合格か決めるゲージ、それをうちの方で作ってるの。武井さんご自身がまたマイスターということで川崎市のあれもありますけれども、はいはい、それはやはりそういう技能を持たれているのは例えば角丸金属様では竹内様だけなのか、それとも。ってます。今、38歳の子がいるんですけど、高校を卒業してずっと僕の下で働いてて、今僕よくは上です、技術の僕はミクロン台の仕事をプラスマイナス1ミクロンぐらいの仕事をやってますけど、彼はその下のサブミクロンの。うちの方に職業安定所から来まして、面接して、勤めてもらって、はい、何人ぐらいおられたとか。そうですね、延べ10名ぐらいですかね。うちの方は精密な加工ですから、ほで1年2年じゃ覚えきれないんですね。ほでどういうことを考えたかというと、最初の仕事、粗加工って言うんですけど、仕上げをする前の加工をベトナムでやって、ほでそれを日本に持ってきて日本で仕上げすればちょっと中堅クラスの仕事内容ができるんじゃないかということで、ベトナムに町工場をこしらえたんですね。この子の、甥っ子さん、はい、甥っ子さんが今ベトナムで社長をやってるんですね。今事業としてはベトナムと、はい、こちらの、本社とは、こう売上とかそういう規模でいうとどういう規模なんですか。20% は向こうです。あ、はい、80% はこっち。もう17年になりますので、はい、向こうの子たちがね、技術を上げてきたんですなるほど。これでベトナムのことっていうのは目と手先が器用です。非常に真面目ですよね。そういった具合で技術もですね、伸びるのが早いです。だから荒加工で、助かってたやつが今だんだんと仕上げに近い、もしくは仕上げ、簡単な仕事だったらもう仕上げていっちゃいますんで、非常に助かってます。日本の中小企業が、はい、コマ大会っていうのがあるんですよ。はい、米ゴマっていうか、このぐらいの、30センチ近くの板でコマを回す大会がある、はいはい、これは世界大会。それでベトナムの工場が優勝したんです。おお。それで世界大会で日本に来た時に、日本で3位になって帰っていった。もう一人のお兄さんの方はベトナムに今帰って、これからやろうとしてるのは、ベトナムにですね、日本のちょっと丈夫な豚を飼育するために、その教育に行こうと思って、それで向こうでちょっと事業もしたいと思ってるんですけど。畜産業ですか。そうですね。それでベトナム今非常に豚盛んに飼育してんだけど、あまり美味しい豚でもないし、健康な豚ではない。じゃあ日本の今健康の優秀なところの豚の飼育してるところの飼料を、向こうに案内したらどうかってことで、日本にハムとかですね、はい、そういった直接豚肉持ってくるのは難しいんで、ハムにして持ってきたりですね、そういった循環していけばいいかなと思ってるんですね。工業ばっかりじゃなくて農業もそうなんですけど、はい、農業で向こうで技術をそれを日本のメンバーも加わって向こうで農業とかそういったものを伸ばして、それを日本に入れればいい。いろんな事業が
出てくる。技能っていうのはそういうのは一応持って帰るんですけど、はい、向こうでは、そういった技能を生かすところがないんです。それで、彼たちはその技能を、もう捨ててしまって、うん、それで田舎に帰って、うん、まあ、農家とかですね、そういった親の後を継いだりなんかする。そうするとこの、技能がですね、なくなってしまうんですね、うんうん。これは日本としてもですね、これは非常に大きな問題なんです。今日本こうすごく高齢化になってて、できればですけどね、この技術をですね、先ほど言ったようにベトナムに持ってって、それで日本とその祖国の人たちでもいいんですけど、その人と一緒にこの技術を、承継してもらいたい。その技術がなくなるということはですね、日本の技術っていうのは一社ではほとんどできないんですね。もういろんな中小企業があって、それで一つの製品になるわけです。その一つが欠けてしまうと、この技術が欠けてしまうと、日本はだんだんと廃れて今来てるんですね。それが韓国に抜かれ、中国に抜かれて今現在あるんですけど、その技術をですね、日本の方でですね、ここを守っていかなきゃいけない、うん、ですから山田さんたちのその、運動というのはすごくいいことだなと思ってます。ありがとうございます、うん、ですから日本で、生産とかそういったものを あまり保持しないで、外国の人に手伝ってもらって、外国で作ってもらって、それで日本に入れてもいい、それも一つかなと、そうですね、思ってる。海外で日本に魅力のあるものですね、はい、魅力のあるものを提供する。それで日本の技術がそこで守られるわけです、はい、それでお互いが良くなっていく、はい、まあ海外に合わせた技術というのはまたそこで生まれるわけです、はい、はい、それでまたそこから日本の方に、まあ、戻った技術もできるでしょうし、はい、はい。